ユーストリームを使って全世界に向けて発信、ラーメンミュージシャン井手隊長の今3時そうね、大体ねよ。はい、今週も始まりました。この番組は全国のラーメンを食べ歩くミュージシャン、私井手隊長がサザン、ラーメン、本をテーマにお届けする30分番組です。今日は原宿のアジトさんからお送りしております。よろしくお願いいたします。はい、今日のアシスタントは岩野さと子ちゃんです。よろしくお願いします。さと子ちゃん、今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんかこの間成人式見たけど、晴れ着でポンしてたね脱いちゃったんすか。いやポンってポンのポンじゃないですか。二十歳になりました、ね、おめでとうございます。ありがとうございます。晴れて、はい、ビール、ワインいっちゃってくださいよ堂々とね、日本酒ガンガンとね、うん、ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日のゲストはちょっと緊張してるんですよ、はい格闘家のでいいんですかね、紹介は。はい、格闘家の安弘和也さんです、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。安弘和也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。格闘家来ちゃいました、ついに。いろんな人がこの番組出てますけど、格闘家は初めてですよね。やっぱりあれですか、柔らかい感じの人がラーメン好きだから。柔らかい、まあ結構硬い、硬いっていうのは結構怖い人も出ましたけど、格闘家というのは初めてですけど、ね、あ、本当ですか。はい、初めてです。ありがとうございます、光栄です。緊張してるんですよ。初めての安弘和也です。ですね、はい、あんまり僕もね、格闘技詳しくないもので、その辺も全然知らない人もね、まあ、知ってる人も見てるかもしれないけど、そういう人たちにも今日は分かりやすいようにですね、はい、安弘さんに優しく解説していただこうと思っておりますが、はい、チャットが来てますよ、はい、早速、はい、新谷商店さんから、こんにちは。こんにちは、はい、噂のペンダンメガネ。あ、ありがとう。おつっこみ入りました。はい、あとはすごいですね。格闘家っぽく見えない、うん、事業家っぽい、ね、青年実業家っぽいって。っぽいですね、本当ですか、騙されちゃいますよ実業はそんなしてないですよね、今の、はい、ね、そうですね、これからですね。これから頑張る、これからですね。ということで今話がありました、はい、フェンダーメガネ、うん、これ世界初のフェンダーメガネ、うん、ギターのメーカーですけどね。あ、そのフェンダーだったんだ。そう、ギターのフェンダーのメガネが、フェンダーブランドがメガネを出したということで、ここにフェンダーのこれ抜けるかな、フェンダーのここにロゴが入りの、うん、すごいのがこれですよ、これ。これメガネケース、これギターやってる方ならおなじみのこのギターのハードケースを模したやつ、ここにキンキラキンのフェンダーのロゴが入り、これフェンダーのストラップ、ここね、ギターにつけるこのストラップでおなじみのこの柄がですね、本当はギターケースの中みたいですね。メガネ拭きになってるというね、いうやつですよね。これまだ発売3日目だからね、番組でやってるの俺ぐらいですよ、これね。クーレンズの皆さんね、皆さんギター好きの方ぜひ作ってみてくださいね。はい、また来てますね、はい、新谷商店さんから、はい、の試しに体調を殴られてみるコーナーをどうぞ。あ、なるほど。困るんだよ、フェンダーメガネが壊れちゃうから困る。そうです、せっかく買ったばかりなのに、買ったばかりなのに。ということで、今日安弘さん、はい、ね、はい、格闘家ということなんですけれども、はい、どんなことをやられてきたんですか。いろいろやってきましたよ、はい、うん、格闘技。でも僕は、はい、まあ、格闘家というと空手家ですかね。はい、うん、空手。空手です。もともと空手を昔からやられてて、うん、っていうんですか。本格的には東京に出てきて、あの青道会館という、はい、青道会館ぐらいを押してますよ。本当ですか。はい、あの K-1 の、ね、正しい道と書いて。そうです、正しい道、はい、うん、そこで空手をやって、はい、その後、その後、はい、まあ、運よく、まあ、K-1 のミドル級の K-1 ワールドマックスという舞台に、はい、まあ、空手家としてリングに上がれたという。そうなんですよ、うん、K-1 ですよ、K-1、うん、未知の世界未知の世界そうですね、異次元の世界でしたね、うん、完全に。もともとそういう戦いに興味があったんですか、入り口というの。空手を始めたきっかけですね、はいはい、うん、やっぱ強くなろうと思ったきっかけがあって、はい、それで選んだのが空手だったんですね。なんか憧れとかがあったんですか。その、もともと北海道にいらっしゃったんですよね。はい、中学生の時にもともとの空手を選んだきっかけはプロレスを見ててです。はい、で、その新日本プロレスっていうプロレスを見てて、まあ、当時精神会館っていう空手の青柳 館長っていう空手家が新日のリングに上がってて、それを見て空手かっこいいなと思ったのが最初のきっかけなんですよ。はい、で、何でしょう、格闘技の入り口で言えば僕はプロレスからなんですよね。はい、でプロレスに出てた空手を見て、で空手やりたいな、で、まあ、ちょっと強くなりたいなっ
と思ったきっかけが高1、まあ、中3の時もあったんですけどね、はい、あって、うん、それで、まあ、地元の本格的にやってる空手の道場に高1の時に最初に行ったのが空手始めた、何でしょう、うん、何て言うんですかこれ、うん、入り口って入り口さっきの話きっかけでしたっけ、はい、そうですそうです、うん、なるほど、はい、こわ、まあ、僕らなんかのこの素人考えからいくと、うん、めっちゃ怖いんじゃないかっていう、その初めは弱いわけじゃないですか、だって弱いですね、ですよね、はい、弱いですね、で試合に出たりする、うん、はい、もちろん初めて出る試合とかもありますよね、はい、ありましたね、覚えてますよ、怖い、こう怖いよりもなんか先に立つも、先立つもあるんですか、いやー、なんでしょう、うん、試合前の緊張感は、はい、まあ怖い、まあ逃げ出したいくもなるし、なんでしょう、まあ不安だったり、まあ、いろんな感情が出てきますよね、中から、はい、でもまあそれを何でしょう、まあ何も考えないようにこう、忘れるわけじゃないんですけどね、はい、なんかこうスイッチを入れて、うん、こう、まあ、K-1 の時にはこう花道を上がる前なんですけど、はい、もう上がる前まではもうドキドキなんですよね、すごい、で、まあ、テーマ曲がかかって、はい、まあ、セコンドの人とこうエンジン組んでせやって気合を入れて、まあ、なんかその気合がスイッチになってたんですかね、うん、その、まあ、スイッチを入れて、あとはもうそこから先はもう怖いとかそういう感情ではないですね、うん、もうやったら試合中っていうのは、ええ、どういうことを考えてるんですかって言うとあれですけど、あ、記憶がない時もあるし、記憶がないっていうか、はい、その鮮明には覚えてないんですよね、うんうん、で後からそのもらったビデオを見て、あ、こんな試合だったんだっていう、はいはい、もちろん試合中に安いロコールがこう聞こえてもう行かなきゃって思う時もあれば、何も聞こえないで本当に集中しきってる時もあるし、はい、なんでしょうね、まあ僕はなんでしょう、あの3分、まあ、K-1 の時は3分3ラウンドだったんですけど、その3分にも人生で起こることが全部入ってる感じですよね、お、人生の縮図みたいなのが、はい、まあ、格闘技ですかね、僕にとって。その試合してる間に、ええ、あ、俺ちょっとこれ、うん、不利だなとか、今有利に立ってるなとか、はい、っていうのはやっぱり何となく感じるもんなんですかね。ありますよ、やっぱり僕戦った選手でやっぱり最初にぶつかった時に、あ、こいつ強いなって思う時もあれば、はい、あ、いけるなって思う時もあるし、はいはいはい、まあでも、まあ、試合中に鼻も折れたり足の骨折れたりとかしたんですけど、何でしょう、もうそうなったらもう結構不利じゃないですか、はい、1ラウンドの途中で鼻折れて3分終わって戻って、でセコンドに鼻折れちゃいましたっつって、でやるかやらないか、やってきますっつって、もうその状態で勝つって結構きつくないですか。きついですよね。鼻折られて、鼻折れたことは分かりますもんね。ダウンも取られて鼻も折れて、はい、結構押されてるし、でもそこでやめるわけにはいかないですよね。いや、とにかくもうこの試合もなんとかもう行かなきゃっていう、なんでしょうね、もう諦めない、もう勝とうと、絶対勝ってやるっていう気持ちじゃなく、なんでも最後までやりたいっていうか、なんでしょうね、あの気持ちは。もうプライドとかそういうことなんですかね。プライドとはまた違うものですかね。プライドっていうか、まあ、ここでただ単なる意地ですか。最後までやりきらなきゃっていう、負けてもいいから最後までやんないとっていう、はいはい、なるほど、まあ、仕事なわけじゃないですか、うん、そうですよね。そうなんで、確かに仕事途中で放棄して帰るかと、できないでしょう、ね、違うでしょ、なるほど、そうですね、そこはプロとして、でもうそうなったらもう最後まで行く姿見せるしかないなっていう感じで行ってましたね、うん、なるほど、最後その試合負けちゃいましたけどね、やっぱり、ね、さよならって帰るのと最後までやりきって負けるのと違うんですね。そうですね、まあ、例えば鼻漏れてるから本当はドクターストップもかけれるわけなんですよね、うん、でもやっぱ最後までやりたいから、まあ、セコンドの中にしまっておいて、はい、ドクターには言わないで、なるほど、最後までやりましたけど、右の足折れた時も、あの時は2ラウンド目に折れちゃったんですよ、はい、で残り1ラウンドどうするって言われて、
セコンドに、いやあと1回だからやってきますっつって足折れたまま行きましたけど、あと1回足折れてるっていうのすごいですよね。はい、ちゃんと来てますよ。はい、新谷商店さんから、はい、ボビーオロゴンの弟と、あ、ありがとうございます。はい、はい、そうなんですか、はい、ボビーオロゴンの弟、アンディーオロゴンって言うんですけど、はい、あのデビュー戦だったんですよ向こう、はい、で負けられないじゃないですか、うん、僕も K1 でその時も4年で前の年に世界3位になってたんで、はい、で負けられないんですよ、はい、まあ、要は向こうがチャレンジャーですね、向こうがチャレンジャーだし、そのまあ、色物的な感じで素人じゃないですか、要は言うと、はいはい、まあ、結構やってたんですけど実は、でも、まあ、黒人だし、はい、身体能力高いし、うんうん、なんか嫌なの当てられちゃったなみたいな、なんかこう絶対負けられない立場としてはなんかこうプレッシャーもあったりとかして、はい、うん、まあ、なんとかまあ判定では勝ったんですけどね、はい、うん、まあ、あの時の何でしょう、嫌ですよね、嫌でしたね正直。で僕に負けた後、その後日本トーナメント出て小比類巻選手が倒され、で山本優也っていう選手もパンチで倒されて、ほら見ろ見たことかみたいな、やっぱ強かっただろうみたいな、まあ、僕は、まあ、何もあんまり攻撃もらわないで、はい、まあ、抑え込んだ感じなんですけど手堅く、でも本当は倒さなきゃいけない試合だったんですけどね、うん、森口さんからも、こんにちは、こんにちは、はい、2005年の小比類巻戦、はい、戦ってたと思いますと、はい、ありがとうございます、はい、うん、詳しいなみんな、ね、嬉しいですね。もう2005年といえばだってもう何年前ですか、9年前ですよ、はい、記憶に残っててくれてありがとうございます、すごい嬉しい、やっててよかったなって思いますよ ね、 ね、そういう時にあんな痛い思いしてね、そうですよね、誰だったっけなんて言われちゃったらね、はい、でこの間、同じこの TV ライブオンラインさんの格闘技の力っていうね、はい、格闘技の力は、はい、今3時と同期番組なんですよね、同じ時期に始まった番組で、ああ、そうなんですか、そうなんですよ、だから平田さんと一緒にその田中さんに僕会いましたからね、あ、君たちが新番組だよみたいな感じでね、はい、銀座の五行ってラーメン屋でやったんですけどね、ちょっと若干ラーメン寄りだったんですけどあれでしたけど、それでそこにもうお出になってて、そこであの、あ、お出になってましたねこれね、ああ、はい、はい、今週の月曜それちょっと、はい、拝見させていただきまして、はい、あの山本キッド選手との、はい、お話が結構印象的で、ああ、ありがとうございます、敵っていうか、まあ、戦い相手ですけど、はい、なんかその、はい、うん、なんていうんですか、感謝の気持ちがあるとか、うん、そうですね、その話が結構その印象的だった、本当ですか、あ、この野郎みたいなことですよね本当は、あ、終わった後はもうなしですよね、恨みこなしっていうか、だし男がだってあれ以上の会話ってありますか、殴り合ってないですねあれ以上のことないと思うんですよね、言葉も交わさないけど、なんかこう本当腹の底からぶつかり合ってるみたいな、であいつの方が強かったみたいな、あみたいな、納得するじゃないですか、お互いやっぱだ、うん、讃え合ってるってことなんですかね、そうですね、だ僕すごいなと思うのは、うん、こうバカーガーガーガーってやってカンカーンと終わったらこうなったりするじゃないですかあの切り替えがすごいな、あ、なるほど、終わったって感じですよね、あ、そういう感じなんですか、もう解放感ですよね、解放感というか、うん、解放された感じです、まあトーナメントだとまた次があるんでまたちょっと違うんでしょうけど、うん、あれがすごいなと思うんですよね、そこがそのプロ格闘家だから同じ気持ちってことですよね、だからマイク・タイソンもやっぱね、その恐怖の中でっていうもう言ってたし、やっぱ誰だって怖いはずですよね、リングに上がるときは、うん、何もない緊張感わけがないですよね、はいはい、うん、なるほど、これはプロできないですね、そうですね、日常ではなかなかない緊張感なので、やっぱりそうですよ、うん、でもたまにやっぱり、まあ、後輩なりなんでしょう、まあ、まだ同級生の同い年の人がまだプロボクサーで、うんうん、日本のタイトルマッチで試合してたりとか、うん、そういうのを見るとやっぱり、うん、なんでしょう、羨ましいなっていうか、うん、いいなっていう気持ちはやっぱありますよね、うんうん、まだあそこに立ててるっていうのが、そうですよね、うん、まあ、だからといって俺もやろうかっていうことにはならないんですけど、うんうん、まあ、でもかっこいいですよねやっぱり、そんな安弘さんなんですけど、ええ、皆さん
2005年とか言ってましたけど皆さん、うん、なんと今体育の先生やってますはい、そうなんですよ、報告が遅れまして今体育の先生の、まあ端くれというか今5年目なんですけど、うん、はい、中高一貫校の私立の学校で体育の先生をやらせてもらってます。これは難しいでしょう、うん、2008年からですね、子供たちを相手にするというのはまた、いや、これはまた何でしょう、いろんな別のプレッシャーというか、そうですね、はい、本当に格闘技とはまた違った角度で成長させてもらってますね。やっぱ僕は難しいなと思うのは、うん、そのいわゆる机の勉強とは違って、うん、まあ、明らかにその身体能力みたいなのあるじゃないですか、はい、子供たちでも、はい、まあ、明らかにこいつ足速いです、うん、どんな練習しても、まあ、足速くなんないやついるじゃないですか、はいはい、そこをこう一緒にこうやらないといけないっていうのが、うん、そうですね、保健体育の先生大変じゃないかなと思うんですけどね。あ、まあ、どっちに合わせるかじゃないけど、はい、そういうのはありますよね、やっぱり、うんうん、どうですか、そういうのは教えてて、教えて、例えばだから、うん、バスケの授業とかでも、はい、バスケ部ですか、はい、はいはいはいみたいな人がいれば、はい、ドリブルも思いつかないやつもいるじゃないですか、うん、はい、僕は何でしょう、あの例えばもう高校生ぐらいになると運動部の専門でやってる子の方が上手いんですよ、はい、バスケ部、バスケットならバスケ部の子の方が上手だから、あのそういうその子に先生やってもらってます。あ、うん、お前ちょっとこいつら教えろと、教えろというか、例えばバレー部が去年持ってた授業はバレー部が4人ぐらいで、はい、たまたまでその4人にチームを作らせて、でその各チームごと先生に従って、まあ、今日はじゃあこれの、まあ、このトスをじゃあその各先生にね教えてもらって、もう生徒だけど僕はもう先生って呼ぶんですよ、それぞれのチームのリーダーみたいな、はい、リーダー、まあ、先生が今日は、まあ、テニスだったら今日はこれが彼が先生だからねって言ってもう やらせちゃいます。なるほどで僕も、まあ、生徒になって教えてもらったりとか、うん、そういう生徒を何でしょう、うまく使ってるってわけじゃないですけど、うんうん、もちろん中学生の授業とかだとまた別ですよね、やり方は。もちろん、まあ、その持ってるクラスによって何も、ね、やってる子がいない場合もあるんで、そういう時は僕が教えますけど、うん、あとは何でしょうね、あの基本的に考えさせるようになるべく、うん、していると、はい、だからなんかあまりこう最初はやってたんですよ、よくあのこう決めて決めて、でもやっぱり生ものなんでその通りいかないんですよね、やっぱり、うん、でだからなんかこうなった時にやっぱりこう しなきゃいけなかったなとか、なんかこうああしなきゃいけなかったなとか、毎回なんかこうやっぱそこはやっぱり経ないと、経験を経ないとできないっていうか、うまく、だからなんでしょうね、まだ僕5年なんですけど、はい、さっきも言ったようにまだ空手で言うと黄色帯はい、白帯から黄色帯に上がったぐらいじゃないかなって。でもやっぱり何十年やってる先輩の体育の先生の授業を見ると、うん、あやっぱすごいなって思うので、まだまだ端くれですけど、はい、うーん、なんでしょう、あの格闘技は格闘技ですごい成長させてもらえるんですけど、また違った角度であの体育の先生の仕事っていうのは成長させてもらってます。なるほど、ね、そういう意味で何でしょうね、うーん、頭を使ったというか精神的な部分で子どもたちの自分のためっていうよりも子どもたちが楽しく、うん、子どもたちが一つに、うん、まあ、そういうふうにどうやって持っていこうかなっていうことなんで、格闘技の場合は相手を倒すことで自分に何が必要か足りないか、じゃあこれを埋めてこうとか、まあ、走ったり、まあ、殴られたり血流したとか、それはそれでものすごい苦しいんですけど、うん、また別の苦しさっていうか、うん、がやっぱり、まあ、仕事って大変ですよね。大変ですよ大変ですよね、いろんなところそれぞれ本当に大変ですよ、新谷商店さんから、なんて謙虚な先生なんだろうそうですか、だっていいと思いますやっぱり、本当ですか、謙虚でも生徒にも言ってます、僕は同じ目線でいたいし、うん、何でしょう、あのだから上から物事を言ってたらちゃんと俺のこと叱ってくれよって、うんうん、だから何でしょうね、うん、人によって態度変えるなと、うん、で生徒も俺の前ではすごいいい子なのに、
他の先生のところでは横柄な態度を取ってたりとか、その先生に対してオラとか言ってたりとかね、でそういう話を他の先生から回って僕のところにもやっぱ入ってくるんですよね。で部活の誰々がとか、あいつ何なんですかみたいな、あーすいませんみたいな、僕の指導が足りなかったな、で何でしょう、うん、そのことは僕は言わないですよ、ただ何でしょう、じゃあね俺が校長先生の前ではね、こうへこへこじゃないけどね、なんかこうピシッとしてて、後輩の先生の前でおいとかね、なんかすごく横柄な態度を取って、うん、違う態度、違う安色風を見たらお前らどう思うって、確かにがっかりしないって、うん、だからそういうことやめようよいう、まあそこで気づいてくれればいいですけどね、うんうん、まあそういうことの繰り返しですよね。新谷商店さん、教育は大変だ大変です、侍だと言ってますありがとうございますありがとうございます、素晴らしい、いや本当なんでしょうね、はい、気の遠くなるような種まきなんですよね、うん、育てるんで、うん、一年草じゃないし、はい、うちの学校は中高一貫校なんで6年間かけて、うん、育てていく、でそのまいた種がね、うん、どこで、で俺が言ったことがどこで気づいてくれるかもわからないし、うんうん、でもねいいんですよ僕は、うん、その瞬間気づいてくれって願って言ってはいないんですよね、うんうん、いつか気づいてくれりゃいいよぐらいな感じでね、うん、だから押し付けないし、はいはい、うん、やっぱりまあ卒業して、うん、まあ、その子たちが社会に出た時に、うん、なんか同じことを言ってたやつがいたら、うん、ああそういえばみたいな、うん、そこで気づいてくれれば全然 OK なんで、うん、まあ、だからこう、まあ、格闘技で学んだことはもちろん財産で、そこで得たものとかその何でしょうね、学んだことを僕はもう今の学校で喋ってますよね、うんうん、ありがとうございます。ということで安彦さん、はい、頑張ってますよ先生として、あ、まあ、ほどほどいいいい加減で、いい良い加減で、良い加減で頑張ってるという、はい、まあ、やっぱりバランスなんで、仕事しすぎても、うん、ね、家族ほったらかしにしちゃったらね、はいはい、うん、仕事しすぎて体壊しちゃったら意味もないし、やっぱバランスよく、まあ、こういうところに来ることも、はい、まあ、学校の生徒に話す、うん、まあ、話の種になるじゃないですか、はいはい、まあ、格闘技の力出た話もそうだし、うん、やっぱり外に出てなるべく人に会って、はい、こういう人に会ったよってこういう、ね、俺はこういう人に会ってすごいいい出会いをしたんだよって話を、まあ、したりとか、うんうん、まあ、40人いたら、まあ、2、3人、うん、目を輝かして聞かせて聞いてくれる子がいれば全然 OK かなっていう、はい、うん、そんな感じですよ。なるほど、はい、ちょっと一旦次のコーナーに行きたいと思います。お、本のコーナー、はい、今日の本はですね、はい、この番組も一回出ていただきましたけど、はるか陽子先生の本心がわからないときに読む本です。はい、はい、はるか先生本当にお気に入りな先生、この人なんだけど、今3時にもう一回出してくれと、おいう声が結構来てるぐらいのね先生でね、今週なんか知らないけど、なんか知らないけどって言ったら申し訳ないですけど、毎日テレビ行ってるんですよ。あ、そうなんですか。はるかさん、はい、モテモテ99出て、中井の窓昨日出てたのかな、で R の法則とかね毎日出てまして、でこの本はですね、嘘に振り回されないための本ですね。それこそ彼氏に嘘つかれてもう嫌だとか、旦那が嘘ついてるとかそういうのに振り回されて、まあ、このはるか先生曰く、例えば10年も付き合ってたのにたった1個の嘘で、うん、もう別れるとか言ってる人がすごい多いらしいんですよ。この人心理カウンセラーなんですけど、そういう、うん、あの、なんていうんですか、はい、あのカウンセリングが、そういうことではなくてもっと上手に嘘と付き合った方がいいんじゃないですかっていう本です。あ、大人の嘘ですか。そうです。あ、そういうことじゃないそういうことじゃないこれ書いてあるように 92% の人が は恋人に嘘をついたことがあるという検証も出てるぐらい、絶対自分も嘘ついてんだから、うん、そういうのももう前提として、うん、嘘と上手に付き合うためにはどうしたらいいかというのを書いてある本なんですけど、読みたいな俺も。好評ですよ。へえ。格闘技の世界ではあんまり嘘がないんじゃないかなってさっき僕思ってたんで知ってたんですけど、はい、もう力と力のぶつかり合いですから。そうですね、まあ、リングの中では嘘だらけですよ。ですか、逆に。いや、あのフェイントとかね、相手をその騙す戦略として、まあ、テクニックとしての嘘ですけど、はい、うん、なんでしょう、それ以外では嘘はないですよ、うん、
ああいうのあるんですか。例えばさっきの足折れてるみたいな話だったじゃないですか、はいはい、足折れてないのに足痛い足痛いみたいな僕は弱点だみたいなのを見せつながら実は違うみたいな。あ、でもあるじゃないですか、足引きずっといてここ狙わせて逆にその狙わせたのに合わせてこう合わせるとか、逆に嘘をついて倒すっていうのもあるかもしれないですよね。嘘も戦略のうちです、うん、そうです ね戦略ですね。格闘家も嘘ついてるというと、はい、すいませんみたいなぜひぜひ読んでみてくださいね。はい、はい、それではラーメンのコーナー行きたいと思います。ラーメンのコーナー、今日はですね、うん、新店でございまして、御徒町ですね。御徒町、天然豚骨醤油玉ラーメン超大吉さんというお店でして、御徒町が一番最寄りですけど、アメ横の、まあ、ちょっと外れぐらいのところにあるんですけれど、12月27日にオープンしたばかりの、神奈川県では玉という、このね、玉ね、玉と書いて玉という、つけ麺の有名なお店があるんですけど、そちらの別ブランドになりますね。これはチャーシュー麺なんですけども、チャーシューがでかいのがこんな乗ってますからね。これすごいですね。すごいでしょ。でここのですね、ポイントは、豚骨プラス昆布なんですよ。昆布、昆布、豚骨と昆布っていうと昆布はなんか、そんなにアクセントにならないっていうか、豚骨の方が強いんじゃないかっていう気がして臨んだんですけれども、ものすごく昆布の香りがとは味がしてくる不思議なラーメンですね。ちょっと新しい一杯で、はい、みんなびっくりしてますね。うーん、相当昆布を使ってんじゃないかなと思うんですけれどね。だから本当に他では食べられない唯一無二の、豚骨醤油昆布っつうか、新しいラーメンになってるので、ぜひこれ食べてみてほしいなと思ってますよ。はい、もう結構並んでると思いますね。はい、早くも話題になってます。これ麺が見えないのが残念ですね。何麺なんですかね。麺はですね、やや平打ちの太めの麺になりますね。非常に美味しいですよ。こってりしてるんですけどね、昆布の香り不思議な感じですね。はい、ぜひ行ってみてください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ということで生歌のコーナ ーテンポいいですね。さすが、今日生歌なんですけど、今日は安弘さんから、はい、いただきました。そうですね、あれですよ、うちの娘が日曜日のね、はい、6時からですか、はい、ちびまる子ちゃん、はい、サザエさん、ちびまる子ちゃんか。そうですね、6時半かな、そうですよね、6時半ですね、はいはい、でそのエンディングがやっぱり僕もまあ好きね、好きでいいなと思ったんで、桑田さんなんかあれですか、手拍子、手拍子とか手拍子しましょう。ああ、いいですね、はい、いいですね。じゃあ一つになりましょう、これ、はい、ね、100万年の幸せというねいいですね、主題歌でございます。いいですよ、はい、これは時間あと何分ぐらい、 2,3 分ぐらいですね。じゃあちょっとワンコーラスいってみたい。いいですね、ちょうど1ラウンドですね。はい、じゃあ1ラウンドいってみよう。1,2,3,4。再びこの星が描く
とう。ありがとう。隊長。ありがとうございます。いやー。モノマネもできるんですね。モノマネっていうかね、夢のある歌ですよね。もういやいい歌なんですよ、これ。さくらももこさんがこれ作詞してるんですよ。そうですよね。珍しく桑田さんじゃなくて、共作でございましてね。はい。ちょっと来てますね。森土さんが途中抜けてたので話してたらすみません。はい、隊長のメガネ、例のお乳でした。そう、フェンダーメガネ。ありがとうございます。最初と最後に。よくわかんねえ、みんなね。ありがとうございます。はい、ということで、はい、あっという間の30分でしたけれども、ね、あっという間でした。はい、最後に告知いきたいと思います。深入りカフェのライブは今週末あります。1月26日日曜日、東京クラブ水道橋店で、昭和歌謡たっぷりのワンマンライブですね。おー、はい、すごいですね。それからサザン桑田さんの完全カバーライブ、井手隊長バンドのエレクア5、2月8日の土曜日、駒込 K2O さんであります。よろしくお願いします。はい、ということで、安弘さんの、はい、ありがとうございます。活動、今後は先生以外の活動も、そうですね、していくという話も聞いておりますが、そうですね、まあ、先生は、はい、まあ、ずっとやっていきたい仕事の一つなんですけども、はい、うん、まあ、空手をずっとやってきて、うん、まあ、体が動くうちにちょっとアクションのこう俳優というかね、はい、その見せる方の方でもちょっと挑戦していきたいなと、はい、うん、思ってます。ぜひぜひ今後の安弘さんの活動にも注目してみてくださいね。はい、はいはい、ということでございまして、来週の放送は、うん、岩野ちゃんも、はい、これ毎週だっけ、毎週出てるんだっけ、大学 .tv、 月2回ですね、月2回出ている大学 .tv をちょっと特集してみたいなと思いますね。はい、岩野ちゃんもこれからね、就活が始まったりなんかに、はい、あの不安らしいんで、ちょっと大学生のね、今の大学生はどんなことを考えているのか、あ、聞きたいですね。来週はね、聞いてみちゃいたいなと思っておりますよ。はい、そうでしょう。ということで、今日のゲストは安弘和也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。アシスタントは岩野さと子ちゃんでした。ありがとうございました。そして私、入れ隊長で送りました。ではまた来週、さよなら。ありがとう。バイバイ。